お腹をへこませたい人、できてますか？はい、皆さんこんにちは、タートルです。いや、今回ですね、お腹を引っ込めるポイントのドローインというエクササイズがですね、皆さん意識できているのかというところで、今回は紹介しようと思います。お腹を引っ込めるポイントっていうのは、腹横筋というのを鍛える必要があるんですけども、そこっていうのは意識ができてないとですね、例えばプランクとか、あとは腹筋とかしてもですね、お腹がなかなか引っ込みません。腹筋割れてるのにお腹が出てる人、そういった方はね、腹横筋がやっぱりなくって、腹直筋ばっかりついちゃってるんで、割れて脂肪がないのにお腹が出てるっていう人もね、今回紹介するドローインを必ず習得してください。これ習得できてないのにプランクとかやってもですね、全然お腹は引っ込まないです。なので必ず最後まで見て、自分ができるかどうかやってもらえたらと思います。ではですね、まず用意するものが頭に置く枕です。できれば硬い方がいいです。こういうフォームローラーがあればベストです。もしなければ、まあ本とかね、まあクッションよりはできれば硬い方がいいです。あとはこういった太ももに挟むためにボールもしくはクッションを用意してください。今回紹介するドローインはライイニングドローインというエクササイズになります。よかったら覚えておいてください。はい、ドローインというのはですね、基本的にお腹をボコッとへっこます腹横筋の力の名前によります。それをですね、腹筋とかするときにここの腰が浮いてしまっている人っていうのはドローインができてないです。例えば足を動かすとき、起き上がるときにここに隙間ができて起き上がるとか、そういった場合はドローインができてないので、腹直筋ばっかり意識してしまってお腹を引っ込める力が一向につきません。なので今回はまずここに隙間が入れなくなるようにするっていうことと、それをしながらお腹を引っ込めるっていう二つ意識できないといけません。お腹をしっかり引っ込めれるけど腰が浮いちゃう、これが普通です。ここから腰をつけるとお腹が出ちゃう、これも普通です。これでボールを挟んでですね、意識をへその奥の方に行かすために内転筋を使ってボールをぎゅーっと挟んで、お尻も締めながらここの腰をつけるんだけどお腹を引っ込める、こういう感じです。腰はついてるんだけどお腹を引っ込めてる、これがドローインです。これができた、できてないとプランクとかしてもですね、ただ脊柱起立筋が鍛えてるだけなんで腹横筋に効きません。ただ腰をつけるとこうなります。お腹が出る、だけどお腹を引っ込めると腰が浮く、腰をつけてお腹を引っ込めておく、これがねできるようになってください。腰が今ついてます、ついてるけどお腹を引っ込めれてるっていうのがドローインです。はい、皆さんお疲れ様でした。どうでしたか？ドローイン、ライニングドローインというエクササイズのドローインの初歩的なね練習方法今紹介したんですけども、これをまずね、お腹を引っ込めたい方は習得してください。これができないのにプランクとかね、腹筋とかやってもですね、まあお腹引っ込まないんで、まずここからスタートしてください。で、今回ね、このドローインの方法なんですけど、ドローインもやはりレベルがありまして、今回がレベル1でしたらまだ2とかね、3とか、お腹を引っ込めて腰をつけるっていうのが難しいレベルがありますんで、これは少しずつね皆さんに紹介していきますんで、ぜひねレベルアップしてやってもらえたらと思います。ということで今回ライニングドローインレベル1のねドローイング方法でした。これ知らない方結構多いですので、お腹の引っ込める方法としてですね、分かってなかった方はね、たくさんシェアして教えてもらったらと思います。エクササイズはですね、やはりいろんなね、分かってない人も結構乗っけてますんで、いろいろね、情報が混乱されないようにね、皆さんにいい情報というのはね、たくさん知ってもらいたいんで、ぜひよかったらシェアしてもらえると嬉しいです。ということで、皆さん今回ドローインの紹介でした。よかったらグッドボタンやコメントよろしくお願いします。チャンネル登録してない方は、説明欄にありますのでよろしくお願いします。今日もご視聴ありがとうございました。